如来宗の本山となっている青大寺如来教は、江戸時代、今日和2年に、尾張国愛知軍厚田の農夫、長四郎の三女期の分生9年。一村如来岐のが神がかりを受けて開いた宗教である。石橋と信によれば、この宗教そのものに呼び名はなく、教祖の自称から、石橋は、一村教と呼んだ。日本の宗教には珍しく、現在という概念を持つ。 船乗りの間で進行される、コンピラが、如来の使いであるとし、これを中心とした進行がなされる。教祖機能が道を解き始めてから9年目に、おつづり連なる5人の即記役がつき、教祖の説法を記録した、ご教様という即記録が作られ、教典となっている。ご教様は機能の説法の即記という性格上、名古屋弁そのままで記された、得意な形式を持っており、 266巻に上る。即帰役の筆頭は、尾張公校の有筆、早見三サブロウカオルであった。創設当初は、尾張藩士の入信が、相次ぎ、関東まで強制を伸ばした。しかし、文政三年に木野が、尾張藩より取り調べを受けた。競技は新刊においては、事故の神である、如来について、諸仏というと如来というは、断の血がつたものでござる。 神々というは皆、如来様に支払させるようなものというように、神道の初心、仏教の諸仏の上にあるものとし、またこの世の創造神、摂理神であるとした。如来が善能であることについて、如来様は、皆ちつておらせる。ご主たちの腹の中の筋、急所まで皆、お存じじでや、それを主たちの身分のことは、毒でもこうでもなされて下される如来様でやぞやといい。 全能の如来に一切を任せ安心を得るべきであると説く。また、経典の随所で愛の神を説いてやむことを知らない。人間間において好みこのままでは救いがないことを疑人あるなし一人もあるなし、ええやつ等というは一人もおりはせぬと言い、救いは自力の工夫観光利口再覚では間に合わないという。救わねばならないのが愛の神であると説き、神は直接出て、 この世の人を救うことはできず、ここで教祖が神の付託を受けて、この世の人を救うべく現れた。三千年前、如来は、人の救いを釈迦に託したが、釈迦の死後三千年幾人の人が救われたか、釈迦の王田はけめ、と熱弁を振るった。そこでこの度は、鬼人でもなく男性でもない女性を選んで道を解かせ、救いをあまねくしようと如来が試みられたとする。 競争は死に望んで、神経痛のための苦痛の中で、そうでやさ、腕や、みんなの苦しみを俺一人して引き受けるのでや、我が身一分なら、こんな苦しみはないが、みんなの苦しみを己れ一人して、苦しむのでやと、言葉しながら、世を去った。その後、木野は、文政九年に没し、後を、武蔵区に川越から来た木という女性が継いだ。彼女は明治七年に、 廃寺届を出すが、明治9年に名称を、総統州法持ち寺説教所鉄地蔵堂とした。1929年には、一村教団が分離し、金沢に拠点を置いた。戦後宗教法人法による、単立宗教法人となり、宗教法人如来宗、宗教法人如来教と改称した。現在の本部は、愛知県名古屋市厚田区屋1の10三39。 東亜山を大秘事、文化財、ありがとうございます。